岐阜県羽島市では豪華な出汁を一目見ようと多くの人が詰めかけ活気づいています。江戸時代から続く竹花祭り、今年は例年より多い12台の出汁が集結。きらびやかな出汁の上でからくりや踊りが披露され観客を魅了しました。もう朝からもうワクワクですごいですね。いろいろなやつを見れて楽しい。こんなに揃うことはないのですごい綺麗だなと思います。この竹花祭り、時代に合わせた画期的な取り組みがこのように GPS の情報で出汁の居場所がすぐ分かるようになっています。町内を練り歩く出汁には GPS が取り付けられ、スマホで簡単に居場所が分かるように。さらに下城町の出汁には今年あるものが取り付けられました。出汁で初めて太陽光パネルを搭載して電源を確保するっていう試みを今年から始めました。出汁の屋根に取り付けられた太陽光パネル、これまでは音楽を流すスピーカーなどに使う電力のためにおよそ40キロのバッテリーを出汁に載せていました。しかし祭りの担い手が減少する中、太陽光パネルにすることでおよそ30キロ軽量化、引き手の負担を少しでも減らそうというのです。確かにもう引き手は限界です。私なしの町では他のボランティアさんの力を借りるしかないと思ってます。もう将来これをずっと守っていくっていうのは私たちの使命なので、考えて新しい技術を取り入れてやっていきたいというふうに思ってます。